朝鮮労働党総書記で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員長の敬愛する金正恩同志が、金日成勲章、金正日勲章を受けた共和国栄誉称号受章者の、また人民武力省の顧問、土地整理中央指導部顧問のリー・ヨンム同志の死去に際して、1月28日、個人の霊前を訪れ、深い哀悼の意を表しました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員の張永温、キム・ドクフン、パク・チンソンの各同志と、党中央委員会リー・イルファン書記、リー・ヨンヘル国防相、クン・ヨンジン人民軍総政治局長が参列しました。敬愛する金正恩総書記からの花輪が個人の霊前に進呈されました。金正恩総書記がリー・ヨンム同志を追悼して黙祷を捧げました。金正恩総書記は、国と人民への限りない忠誠心と献身的な服務精神で、最後まで党と国家革命武力の強化発展のため奮闘した革命同志を失った悲痛な気持ちで、リー・ヨンム同志の霊柩を見ました。金正恩総書記は、個人の遺族に深い弔意を表し、温かく慰めました。農業部門学知部会議が26日から28日まで、平壌市と各道で行われました。各会議は、農業勤労者皆が昨年の成果を強固にし、果敢な前進の勢いに拍車をかけて、偉大な金日成主席の生誕110周年と、偉大な金正日国防委員長の生誕80周年になる二部会2022年を大豊作の年、新たな勝利の年に輝かせる目的で行われました。党の農業政策の実行に先頭に立っている農場と農業科学研究機関関係部門の模範的な人と科学者が出席しました。朝鮮労働党中央委員会孫三博書記をはじめ、党中央委員会の幹部が会議を指導しました。各会議では基調演説について発言がありました。会議では敬愛する金正恩総書記が朝鮮労働党第8回大会の決定にのっとって多収穫の成果を収め、崇高な愛国心を発揮した農場と作業班に配慮したトラクターが渡されました。会議では穀物増産に大いに貢献した農民と幹部、科学者、技術者に党及び国家表彰が授けられました。朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会の政令により、金日成勲章がリー・マンソンさんに、金正日勲章がキム・スンギルさんに授けられました。朝鮮民主主義人民共和国労働英雄称号が月と鎌の金メダルと国旗勲章第一級とともに、キム・ドクソンさんのほか6人に授けられました。偉大な金正日国防委員長のネーム入りの時計の表彰がリー・ヨンガプさんのほか2人に、金正恩総書記の表彰状がキム・ヨンビンさんのほか15人に授けられました。金日成青年栄誉賞が5人に、金正日青年栄誉賞が4人に授けられました。多くの人に名誉称号が授けられ、国家表彰がありました。ついで党の農業革命の方針の実行で先頭に立った農場への表彰がありました。各会議では金正恩総書記への誓いの文が採択されました。会議の間に参加者は、昨年の農作の経験と教訓に基づいて、今年穀物の生産でさらなる成果を収めるための講習とコンテンツの視聴を通じて進んだ営農科学技術を習得し、優秀な経験を積極的に交換共有し、祝賀講演も見ました。28日、内閣全員会議拡大会議がビデオ会議で行われました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会副委員長のキム・ドクフン内閣総理が会議を指導しました。内閣副総理のパク・チョン・グン・チョン・ヒョンチョルの両同志などの閣僚が出席しました。内閣直属機関各省の責任者、
各同志軍人民委員会委員長、農業指導機関、重要工場、企業の人がオブザーバーとして出席しました。会議では第一議案として、党中央委員会第8期第4回総会で示された綱領となる課題を実行するための対策が討議され、第2議案とした経済管理方法を改善するための昨年の内閣の活動状況が総括されました。会議では上程された議案の報告について発言がありました。内閣全員会議拡大会議では決定が全会一致で採択されました。機械工業部門で人民経済各部門に送る各種特注設備と部品の製作に励んでいます。提案重機連合企業所では、スンチョンセメント連合企業所などに送る部品の製作を推進しています。提案電気工場でも主な建設現場で必要なモーターの生産を促しています。ジョンソン機械連合企業所では、石炭工業部門に送るコンプレッサーの生産に拍車をかけています。連築ベアリング工場と平壌ベアリング工場でも、人民経済各部門の整備と補強に必要な各種ベアリングの生産に励んでいます。工作機械工場でも、いろいろな形の良質の工作機械をより多く製作するため努力しています。各道で地方建設が活気を帯びて進められています。平壌北道では、新義州市に多くの住宅を建てる目標を立て、道内の建設現業を固めています。ファンヘ南道では、設計チームを総動員して各市郡の住宅の予想案の作成に取り掛かりました。ハムゲン南道では、関係部門の人と数十人の建築家を市郡に派遣して敷地を確定し、中央の設計チームとの協力のもとに住宅建設のための設計も進めています。他の道でも社交事業を固め、経済生産工事を活性化するなど、地方建設を手広く展開するための準備に拍車をかけています。以上でこの時間のニュースを終わります。担当は大井スクでした。こちらは朝鮮の声放送です。社会主義の前兆。朝鮮では科学技術力による自力構成で飛躍的な成果を収めています。科学技術は朝鮮式の社会主義建設を牽引する機関車で、国家経済発展の主な動力です。科学技術を飛躍的に発展させて国力を強め、より良い明日を迎えようというのは敬愛する金正恩総書記の意思です。1903年、2014年1月、金正恩総書記は国家科学院を訪れました。科学院の各所で科学研究の状況を姿に見聞きした金正恩総書記は、国の繁栄と人民の幸せのための戦いで国家科学院の任務が重要だと言いました。そして人民経済の主体化、近代化、科学化を実現するためには、科学者技術者の役割を絶えず高めるべきだとし、科学部門はまさに社会主義の前哨だと意味深長な話をしました。この日、金正恩総書記は、国の大事な宝である科学者技術者のためには惜しむことがないとし、国家科学院が位置しているウンジョン科学地区に科学者の住宅を建設することについて言いました。そして国家科学院への現地指導を得るその足で、科学者給与所が建てられる予定の4分という湖畔を訪れました。その前の年、船に乗って4分後のホテルに給与所の用地を見立て、その位置を最終的に確定するため現地に赴いた金正恩総書記は、見れば見るほど景色が良い、あつらえ向きの場所だ、科学者技術者が思う存分くつろぐようにしようと言いました。こうして1903年、2014年、遺産科学者住宅地区と四分科学者給与所が竣工しました。これは科学者技術者へのこの上ない信頼と恩情でした。それで科学者技術者は知恵と情熱を惜しまず真面目に働いています。
社会主義の前哨、高台氏とお話ししました。新たな目標を立てて、キノコは食用及び薬用価値が大きく、食生活に広く利用されています。諸村でもキノコの栽培が奨励されています。チョンバン山キノコ栽培工場はこの部門をリードする工場の一つです。毎年低コストで産量を増やしています。工場で注目したのは代替基質に綿実の殻を使うことでした。産量が数百トンの工場で、トウモロコシの黒実の芯の年間消費量は大したものでした。それで地元に豊かな綿実の殻を代替基質に利用する研究を粘り強く行いました。試行錯誤の末、理想的な代替基質の混合方法を完成しました。今工場ではこの代替基質の利用率を高めることで省力省エネを図っています。また必要な栄養剤も自力で生産してキノコ栽培に利用しています。分けても第16回国家発明懇談会で評価の高い天然広域栄養剤は、工場の種菌の生産から栽培に至るまで広く使われ、原料あたりの収穫率を高めています。工場では多機能調味粉砕機などの設備も自力で製作して生産性を高めています。これらの成果は科学技術を重視し、従業員のスキルアップを図って収めたものです。工場では科学技術に頼ってキノコの生産をさらに増やすための新たな目標を立て、年始めから奮闘しています。新たな目標を立てて、東大師とお話ししました。